アエオロサウルスは中世代白亜紀後期の南アメリカ大陸に生息した北のサウルス類の竜脚類恐竜の属の一つである。他の竜脚類同様に長い首等を持つ四足歩行の草食動物であった。化石は不完全であるが体長は少なくとも14メートルと推定されている。生態復元創造図属名は化石の発見地であるパタゴニアに しばしば強い風が吹くことから、ギリシャ神話の登場人物であり、ホメロスのオデュッセイアにおいて、風の守護者とされるアイオロスにちなんで命名されたもので、ある。また俗名に含まれるサウルスは古代ギリシャ語で、トカゲを意味するソウロスに由来し、伝統的に恐竜に使われている、設備語である。種称名ライアングライネスは、アルゼンチンのリオネグロ州にちなんだものである。俗。 主ともに1987年にアルゼンチンの古生物学者ハイメ・パウエルにより命名、記載された。イーラソリス・ライアング・ライネスのホロタイプは7つの一連のオシー部分的な両側の前足、右の後足で構成されている。これらの化石はアルゼンチンのアンゴスチュラ・コロラダ層の白亜紀後期、カンパニア紀の地層から発見された。ティタノサウルス類内での類縁関係は 漠然としているもの、オシーの特徴に基づきリンコンサウルスやアダマンティサウルスといった他の属と近縁であることが想定されている。ゴンドアナティタンとアイオロサウルスの双方には他のティタノサウルス類には見られない特徴である前を向いたオシーの神経とゲが存在している。尾の中ほどの椎骨は椎体が細長く椎骨には側下に似た浅いくぼみがある。 川下に似た浅いくぼみはサルタサウルス、アラモサウルス、マラウイサウルス、ゴンドアナティタンでも知られているベネノサウルスにもかさまのくぼみがあるが、このくぼみは椎骨に深く入り込んでいて、内部の粗空空を二分している折、脊柱に広がっている。尾の中ほどの椎骨の神経棘は、椎骨の配列に対して前方に配光している。このような椎骨は、ケダロサウルス、ベネノサウルス、 ゴンドアナチタンにも見られる。イーラソリス SP の化石1993年にソルガド及びクーリア、により5つのオシーといくつかの前足の骨及び骨盤から別の標本が記載された。2つの右側の尺骨が含まれていることから、少なくとも2個体のものであると見られる。これらの化石は2つの皮骨もしくは装甲板と関連付けられ、この恐竜が装甲を持っていた証拠とされる。 この標本は、リオネグロ州のアレン層のマーストリヒトキ中期の地層から発見された。この標本は、アエオロサウルスの特徴を持っている一方、より新しい時代のものであり、第二の種として認識するのに十分な差異があるとしている。1997年にソルガドラにより4つ以上の、オシーと、前詞、後詞を含む、左半身の部分骨格が記載された。この標本は、 リオネグロ州のロスアラミトスで発見され、アンゴスチュラコロラダ層とアレン層の間の年代に一致している。この標本はアエオロサウルス属とされているものの、エイラヤングライネスではなく、第三の種の可能性がある。しかし、アエオロサウルス属は、よくわかっておらず、筆者らはこれらを新種可能性があるものに公式には、名付けていない現在では、単純にイーラソリス SP とされている。 将来的な発見によりこの属の多様性についての情報が得られることで、すべての標本が、A、エライアングライネスのものであるか、公式に別の名前が与えられるか、明らかになるだろう。最初の記載において15個一連の惜しからなる、別の標本もこの属のものとされたが、他の標本に見られる特徴がないため、後にこの標本はこの属のものではないとされている。人との大きさ比較図。 ありがとうございます。